努力、根性、全力、この三拍子の武将が井伊直政なわけ。あれっち、いつ帰る、ピロスケ、ピチャチャ。さあ、今回はですね、ミスターストイック突撃戦士井伊直政を紹介したいと思います。いや、はい、まあ戦国好きには結構人気な人物でして、もう、はい、まあ家康の家臣なんですけども、一番出世したっていうイメージがある人物なんですね。まあ出世頭の一人だわな。はい、じゃあ果たしてどんな人物か紹介したいと思います。あ、ではこの井伊直政、戦国時代徳川家康に仕えた武将で、若手ながら徳川四天王に選ばれて、徳川譜代筆頭という家臣の中でナンバーワンに上り詰めた、言ったら英傑でございますよ。うん、そんな頂まで上り詰めた井伊直政なんだけども、その生い立ちっていうのはどちらかというと超不遇な人生なのよ。お、この井伊家っていうのは遠江の国、今の静岡県ですね、そこの井伊根屋を支配する怒号の家柄で、当時井伊家は東に勢力を持つ今川家の支配下にあったのよ。うん、でこの頃の井伊家っていうのはもうかなりボロボロの状態で、今川に従うか今川から離れるかでもう家中で揉みまくってたわけよ。うん、それで直政のお父さんも家康と内通してるっていう疑いをかけられて、今川派の家臣に殺されちゃうの。あ、ゴタゴタしてたのね。そうそうそう、だから直政も無法人の子供だっていうことで、もうぶち殺せってもう2歳の頃に今川から処刑命令を出されていたの。もうね、人生終了のお知らせですよ。はい、ピンチや。そうだけどもね、そんなヤバヤバの状況を変える人物がここで現れることになる。お、それが大河ドラマにもなった女城主井伊直虎でございますよ。お、出た出た出た。はい、まあこの人は井伊家の直系で生まれたんだけども、女性っていう理由で後を継げずに井伊家の養子に来た直政の親父と婚約関係を結んでいたの。うん、だけどお家のごたごたで婚約ってのが破棄になって尼さんをやっていた人なの。はいはいはい、仏門に入ってたと。そうそうそう、まあね、最近だったら男だとも言われてるんだけども、まあとにかくね、この人が井伊家はあたいが守ってやんよっていうことで立ち上がったわけよ。はいはい、姉御肌みたいな。そうそう、任せにしたいと、はい、でこう直虎っていうのがかなり優秀な人物だったことで、井伊家はある程度立て直すことに成功するのよ。そんで直政を寺や親戚をたらい回しにして処刑の手を逃れたりとか、今川派の中心だった小野っていう家臣がいたんだけども、そいつを処刑することにも成功した。へー、もういろんなことやって守ったわけね、井伊家を。そう、守り抜いた。でその後今川が滅んで直政も井伊の家に戻ってやったぜって感じなんだけど、まだ直政の未来っていうのは明るいっていうわけでもなかった。うん、実は井伊家の男子っていうのはもう反対派に殺されたりとか戦で亡くなったりして、もう引っ張っていく男っていうのはこの若造の直政しかいなかったの。はいはい、その段階ではね。うん、それに井伊根屋って小さい地域なのよ。でその隣国っていうのは織田や徳川やあと武田といった化け物揃いの場所よ。もうこいつらが本気を出したらいつでも消し飛んじゃうような存在なわけ。ああ、はいはい、もう大勢力に囲まれてたと。そう、もうデコピン一発ですよ。うん、だから井伊家を存続させるには力を持ってる領主に取り入ってしがみつくっていうのが一番の最善策なわけ。まあまあそれしかないわな。でしょ。でその力を持つ人物っていうのが直政の目の前に現れることになるのよ。おい、家康か。そう、それが徳川家康だったのよ。うん、ある日ね、家康が鷹狩りをしてる時に家康は偶然直政に出会うのよ。親って感じで。うん、それで家康は直政に話しかけると井伊家の跡取りだっていうことを知ることになる。ああ、すると家康は、お前の親父には世話になったし殺されたっていうのも聞いてると、よかったら俺のそばで働いてみないかって言ってスカウトされたわけですよ。はいはい、勧誘したのね。うん、それで直政は家康の故障になることになったと。うん、まあ運命的な出会いって感じの話ですよね。ああ、ここから始まりますよ、物語が。そう、ワクワクするやん。うん、うん、でもね、これはちょっと話がうますぎると。おう、うん、そんな偶然あるかって話じゃんか。まあね、うん、実際のところは直虎とその言ったら井伊家の家臣が、まあ、結託してその家康と話を通じてたんじゃないかっていうのがリアルな話らしいね。まあまあ徳川家と鬼脈は通じてたと。そうそうそう。で家康もね、直政を家臣にするってちょっとメリットがあったらしいのよ。うん、あのこの井伊家って小さい怒号の一族だけども、あの元をたどると平安時代までつながってる家柄なのよ。ああ、結構な名門だと。そう、名門なの。しかも元をたどると井伊家っていうのは藤原氏にたどり着くわけよ。はいはい、うん、だから家康はこの遠江を支配する上でその歴史がある、言ったらその名門の家柄の家臣をこう自分のとこに体に
吸収させ魔人ブーかよ、イエスは吸収させお前力になるわな、力に言って、それで土地を支配した方がやりやすいじゃんか。確かに、うん、まあ、そういうことで直政を家臣にしたと。吸収したと吸収したとまあそっからこう直政は家康の小姓として働くことになるんだけども、この直政は家康の予想を超える大出世っていうのをここからすることになるの。多いよ、うん。この直政は初陣からとにかく激しく戦うわけよ。勇敢だったんだね。前に前に突っ込んで暴れ回るわけ、うん。しかもね、この初陣で家康は暗殺者に襲われたんだけども、直政はそれを討ち取ったと伝わってるわけ。守ったわけか。もうその衝撃的なデビュー戦で家康は直政をええやんって形でそばに置くようになるわけ。なるほどね、最高お前みたいな。そうそう、だから馬回りっていうその家康のそばで働くボディーガード的な役職をもらうわけ。はいはい、精鋭部隊兼護衛みたいなね。うん。でその活躍っていうのは戦以外でも発揮して、外交面でも優れた手腕っていうのを発揮した。お、織田信長が本能寺で撃たれると、織田が武田から奪った領地のその支配力っていうのが低下しちゃったわけよ、うん。でこの土地をめぐって家康は北条と黒駒の戦いっていうのを起こすことになるんだけども、うん、この時の家康の兵力っていうのは約2000で、北条は1万とも言われてて、普通に戦ったらまあ余裕で負ける流れなわけよ。ああ不利だね。うん。だけど直政はね、この土地の地元民を口説いて仲間に入れまくったの。加えて旧武田の武士たちがこの土地にたくさんいたんだけども、直政はそいつらに土地の支配権を約束させて家康に味方するように口説き落とした。ああ調略していったのね。そう調略した。そのおかげで家康は北条に対抗することができて、この合戦は家康が勝利することになったのよ。しかも北条との講和の使者にもこの直政は選ばれて、その力強い交渉のおかげで家康は甲斐と信濃を手にすることになったのよ。じゃあ直政のおかげや。そう直政のおかげですよ、うん。ちなみにこの時直政の年ってのは22歳。へえ、あ結構思ったより若いわ。そうめっちゃ若い、うん。しかもその講和とか外交、これデビュー戦だからほとんど。へえ、じゃあ結構やっぱ能力は高かったわけだ。そういや高すぎる、これだけ聞くとね、うん、うん。だからすげえ天才タイプだなと思うかもしれないんだけども、直政別に天才ってわけじゃないの、うん、あの超ミスターストイックだのよ。あ真面目さん。そうそう、努力、根性、全力、この三拍子の武将がいい直政なわけ。はい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 、うん。そもそも直政って家康の家臣からしたら外からやってきた戸様の武将なの。しかも家康の思惑もあって小将に抜擢されたんだけども、周りからしたらさ、なんだあいつみたいな感じでさ、嫉妬に駆られるわけじゃんか。まあ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 、やっかみとかもあるわな。そうそうそう、だから直政はかなりまず認められるのが大事だっていうことで誰よりも前に戦ったわけよ。うん、だからそういう姿勢を示さなきゃいけなかったっていうことがあったと。うん、だからそのおかげもあってさ、毎回甲冑っていうのがボロボロなの、うん。もう家臣団で一番傷があったとも言われてる。うん、そんで外交で旧武田の家臣を説得するときも、直政はその力ずくで説得するんじゃなくて、武将たちの不満とか意向をまず聞いた。でそれを家康に伝えて許可を取ってから家康と対面させた。まあ、そういう気配りもやっぱ抜かりがなかったわけ。だからまあちゃんとしたなんか順序みたいなのを外交官としてちゃんとやってたわけね、うん。ちなみになんだけど、旧武田の家臣に発行させた安堵状っていうのがあるんだよ。安堵状ね。そしたら領地をまあ持ってていいですよみたいなね。それが200通あるって言われてるんだけども、直政は家臣団の中でトップの67通出してるの、一番出してる、うん。だからそういうさ細かい作業めちゃめちゃやってるわけ。なるほどね、うん。でそのミスターストイックぶりっていうのはエピソードでちょっと残ってるんだけども、うん、これはある日家康と家臣団が敵から逃げてる時に、一人の家臣が神社から赤飯を持ってきたのよ、うんうん。みんなで食べようぜみたいな感じでね。あ美味しそうっつって。そうそう、ありがたいっていうことで、まあ、みんな食うわけなんだけども、うん、直政だけそれに手をつけようとしなかった。おだからお前も食えよって家康は言うんだけども、いやいりませんって言うの。まあ、ちょっと失礼でしょこれ。まあなんちょっと殿の心遣いを無下にしてるというか。そう無下にしてるでしょ。だから家臣もさ、お前おかしくねえかって説教するんだけども、はい、そしたら直政はこう答えんの。もしここで敵に襲われたら私がしんがりを務めます。その時敵にやられて腹から赤飯が出たら武士の恥でございます。そう答えたわけですよ。だからいろいろ備えてたわけね。うん、もう家康はあっぱれみたいな感じでやっぱ直政をちょっと認めるわけ。はいはい、まあ、気を抜いてね、うん、お前さすがやでみたいな。そうお前やるやんみたいな感じでね、うん。でそんな真面目で一直線の直政だから、家康は直政にある軍団を率いることを命令する。いい、それが武田の赤備えです。はい来ましたね。この赤備えっていうのはもう全身真っ赤の甲冑で統一された戦闘に長けた武闘派集団なんですよ。ああもうあの名高い部隊な。そう名高い部隊。もう家康はこの部隊に何回も苦しめられた。
だから武田がいなくなった時にちょっとお前たち俺の仲間になるやって感じで引き入れたわけよ、うん、でその一団を直政に預けた。でもねこの赤備えってさ言ったら武闘派集団なわけよ。まあね、そのヤンキーの肉体派みたいな、そうそうそう、ゴリゴリの武闘派集団だから、うんうん、あ、直政誰だよそいつみたいな感じのノリなわけよ。はいはい、もう血の毛も多いし、そうそうそう、お前見たら若造に俺らを扱えんのかみたいな感じなわけ、うんうん、だけど直政は持ち前の勇気でこの赤備えを認めさせることに成功するの。おうおう、直政はこの一団を引き連れて小牧長久手の戦いに参陣することになるんだけども、いざ戦いが始まると直政は赤備えを無視するように単身突っ込んでいったの。おー、俺が行くぜっつって。そうそうそう、うん、で敵に滅武者がいたんだけどそいつめがけて直政は組討ちを仕掛けたわけ。もう滅武者といえばめっちゃ強い武者だもんな。そうそうそう、おめえを俺がぶっ殺すみたいな感じでもうこれにはね、もう赤備えもびっくりすんのよ。もうなんなら家康家臣団にもお前バカじゃねえのって叱られてるからな、直政。ああ、やりすぎだと。そうそう、大将がやることではないと、うん、で、直政のこの行動っていうのはこの戦だけじゃないのよ。もうどこ行ってもさ、もうとにかく先陣突っ込むわけ、直政って、うん、で、それを生涯やめようとはしなかった。おー、そうやって背中を見せられるとさ、赤備えも次第に直政を認めるようになっていったわけ。はいはい、ちょっと心意気を感じたのね。うん、で、その行動もあって直政は伊の赤鬼って恐れられることになって、赤備えも伊の赤備えって呼ばれるようになってくるのよ。で、こういった誰よりも真面目で一生懸命な直政をやっぱり家康は愛したのよ、うん、もちろんそれに応えるように直政の家康に対する忠誠心っていうのもやっぱりすごかったの。これは小牧長久手の戦いの後、家康は秀吉に服従することになるんだけども、その時直政は、人質で送られた秀吉のお母さんと次女たちのお世話役をすることになったの、うん、大満所だっけな。そう、大満所で次女たちをこう集めてね、いたらいろいろ面倒見てるわけ、はいはいはい、うん、で直政ってね、戦国史でも相当イケメンって評判なの。かわいいんだ。そう、かわいい、しかも気が使えるわけよ。あ、じゃあモテるわな。そうそ う, そう、だからさ、その大満所とその次女たちみんな直政に惚れちゃったわけよ。あ、直政こっち来なさいみたいな。あ、お気に入りになっちゃったんだ。そう、はい、ただいまみたいな。で、こっちもこっちもみたいな、はいはいはいって、まあすごい面倒見が良かった、うん、だからすげえ評判良かった。それで秀吉は母親たちの世話をしてくれてありがとうっていうことで、ちょっと直政酒飲もうぜっていう感じで宴会を開くことになった、うん、で、その席にね、石川数正っていう武将がいたのよ。こいつって長きにわたって家康に勤めていたんだけども、小牧長久手の戦いの後、家康のそばを離れて秀吉の家臣になってたの、うん、そいつを見るや否や直政は、先祖より使いた主君を背いて殿下に従う臆病者とは同席なのできぬと言って、秀吉の前でそれを吐き捨てて去っていったわけ。あ、はいはいはい、やっぱりね、直政はちょっと真面目一徹だからさ、たとえ大物だろうと納得いかなかったらやっぱ言っちゃうのよ。はいはい、そこはもう忖度しねえと。そう、忖度しない。ただね、こんな直政でもちょっと欠点というのがやっぱあんのよ、うん、やっぱ人間ですから。それはそれはそうだな。あの、直政ってね、本当にストイックだから、それを家来にもやっちゃうわけ。あ、はいはい、周りにも同じようにしろみたいな。そうそう、同じようにしろと、うん、だから直政の、まあ、軍団っていうのは、その家康家臣団一厳しいって言われて、ほんと舐めた態度とか変なことしたらすぐ直政処刑しちゃうわけよ。あ、だからね、人斬り兵部って言われてて結構恐られてた。へ、うん、で、直政って若いくせに結構実績もあって、結構年上だろうとズケズケ言っちゃうわけよ。まあ忖度なしですから。そうそうそう、だからね、あの、その先輩たちに結構嫌われてんのなんかあいつ立てねえな俺をみたいなそう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 。それでちょっとしたエピソードっていうのがあって、直政が家康にちょっと名馬をもらったわけよ。お前優秀だからこれあげるよって感じで名馬あげた。おうおう、そしたらそれ嫉妬で、家臣が、一人の家臣がね、あの、あんな若造にこんな名馬をあげるなんて殿の目も曇ったなみたいな感じを直政がいる近くで言ったのよ。はいはい、聞こえるように、あんだよみたいな言った。はって感じじゃんか。なるなる。でも直政はそこで怒ってん、うん、で、そっかさ、直政ぐんぐん出世するわけじゃんか、うん、そしたらその家臣より出世しちゃったのよ。おうおう、そしたらその家臣の前に行って、あの時目が曇っていたのはあなたですねって吐き捨てる、あの時のあの悔しいもんをやり返したみたいな。そうそうそう、出世してやり返した。うん、だから誰も文句言えないし、ぐぬぬってなったらしいのこいつは。そりゃそうだ。うん、で、直政がなんでこんなに他人に厳しかったのかというと、それにはちょっとした理由があるの。うん、あの、井伊家ってさ、家臣の裏切りで親父も殺されて井伊家も亡くなりかけたわけでしょ。うん、うん、だから直政はそういうのを分かってるから、やっぱ規律を厳しくして、ちょっとでも裏切る素振りを見せたやつはやっぱ容赦なく処刑したわけよ。はいはいはい。あと、
直政ってさ、家康の側近として働いてるからさ、もうそのプレッシャーってのももちろんあったと思うのよ。それはね、うん、だから自分がこうやって厳しくやなんなきゃいけないっていう状況だったわけ。はい、だから徳川家臣団の、まあ、代表みたいな感じだから。そうそうそう、だから家康家臣団でも舐められるわけにはやっぱりいかなかったわけよ、うん、ただここまで聞くと直政って自分の努力で上り詰めたって感じにも聞こえなくもないじゃんか、もう今のところね、うん、でもね、決してそういうわけじゃないのよ。直政が出世したのは直政の側近が優秀だったっていうのももちろんある。あの直政の部下には飯縄三人衆っていう昔からの家来がいたの、うん、彼らがね、まあとにかく強くて直政を引っ張ってくれた、はあはあ、なんなら直政が家康の家臣になれたのはこの3人の口利きがなかったら不可能だったって言われてる。そんで赤津内には木俣盛勝っていう武将が副司令官としてついていたんだけども、実際この赤津内をまとめていたのはこの木俣で、一回言いたいが対立が乱れたことがあったのよ。ぐちゃぐちゃになったと、うん、その時家康はおい、木俣いねえだろこれって発言残してんのよ。ああ、もういるいないで全然違うわけね。そうそう、木俣いなかったら終わるぞいいけみたいな木俣大事や。だから直政って軍司令官として優秀ってわけじゃないのよ。まあその政治将校のイメージっていうのも結構強いからな。そうそうそう、むしろそっちの方が活躍した。あ、うん、あの実際徳川四天王の参陣記録っていうのがあるんだけども、直政一番少ない9回って言われてる。意外と少ないね、うん、まあ途中介入だしちょっと若いっていうのもあるんだけども、戦の働き自体は期待されてなかったんじゃねえかって最近言われてるわけ。へ、うん、ただ戦う時は誰よりも先陣切るし勇気を示すのよ、うん、そういう時はな。そうで、それをサポートする側近がいたから直政はやっぱり頑張れたわけ。はいはいはい、いろんな人の助けがあって直政はいたと。うん、でこれだけ優秀だからさ、家康とにかくねずっと直政のそばにいたいって思い始めるのよ、うんうん、だから家康の家のその庭には直政の家があっていつでも会える状況になってた。じゃあちょっとそばに置いてきたかったのね。そうそう、今日直政会いに行こうっつってすぐ行けちゃうわけよ、うん、まあちょめちょめ関係もあったって言われてんだけども、それ他にもちゃんとした理由があるの、うん、直政ってすげえ口固いわけ。はい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 、うん、で、やるときはやるって決めるし、で、それが家康だろうと忖度しなくてアドバイスとかするわけよ。おーおーおー、うん、で、それについて家康こうやって語ってるわけよ、うん、直政は口が重い、一度ことを決したなら決して躊躇せずすぐに実行に移す。わしが考え違いをしたときは他の者がいないところでこっそりと意見をしてくれる。それゆえわしは何事である直政に内談するのじゃ。もう唯一家康と秘密を共有できるのってこの直政しかいないみたいな感じになってる。ああ、秘密話をこそこそとみたいな。そうそうそう、まあ、そんな感じで直政のおかげで家康もどんどん出世することになるんだけども、ついにここで天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いが起きることになる。うん、この戦いは家康を大将とした東軍、石田三成を中心とした西軍に分かれて戦った争いなんだけども、直政ももちろんこの戦いに参陣したの。はい、東軍の先陣を任されたのは福島正則って武将だったんだけども、直政はね家康の息子の忠義を連れて周りに割り込んできたわけよ。グイグイグイって感じで。ああ、抜けがけな。そうそうそう、でこれには福島正則も切れるんだけども、もう直政は関係ねえって感じでそれを無視して敵軍めがけて銃弾を発砲したのよ。この直政の攻撃によって関ヶ原の合戦というのが始まっちゃうわけ。はいはい、いよいよな。うん、それで直政は敵の島津軍が前に突っ込んで退却するっていうもういかれた方法をやってきたから、待ち上がれっていうことでそれを追撃したの。でその時に直政は銃弾を受けちゃって戦線を離脱することになっちゃう。うん、で結果を言うとこの戦いは東北の勝利に終わるんだけども、直政はねボロボロの状態で福島正則の前にやってきて、今回の戦いは好機と見て動いてしまったけどもあなたを出し抜くつもりはありませんでした、すいませんって、まあ謝ったわけよ。ごめんなさいねって。そう、ごめんなさいって謝った。で、正則もちょっと結構ね、戦で活躍した人物だから、直政のそのボロボロの姿を見てね、ちょっと男ながらグッときちゃったわけよ。ああ、まあまあ。だから正則は、いや、戦いっていうのは誰のものでもないですと。チャンスがあったら戦いの始まりを起こすのは当然ですよって、まあちょっと大人の対応したわけ。ああ、うん、ちょっと勝って気分も良かったのかもしれないしな。そうそう。で、これって正則もちょっと男気見してんじゃんか。もうもう許してやんよみたいなね、うん、でもそれを聞いた直政はここで豹変すんのよ。ならこたびの一番合戦の手柄は我々のものだ、よく覚えておくがいいって発言して去っていったわけ。いきなりマウンティングしたわけ。そう、マウンティングしたの。ああ、実はさ、これ直政の作戦だったの。正則ってもともとは豊臣秀吉の家来なので、これから家康が天下を治める上で先人の手柄が豊臣方の人間っていうのは政治的にもやっぱやりにくいわけ。まあね、
だから直政は軍規範っていうリスクを分かった上で抜け駆けをしたの。それで政則にこのボロボロの姿を見せて抜け駆けを認めさせる言葉をもらったわけ。あ、やっぱ現地を取ったと。そう、政則ならこんな風に言うんじゃねえかみたいなちょっと考えてるわけ。うん、でも直政はこの戦いでやっぱ無理したからさ、もうボロボロなわけよ。はい、まあ負傷もしてるしな。うん、もうほぼ死にかけてると。うん、そしたら家康が直政前にやってくんのよ。で、よくやったって褒めて自ら傷薬を塗ったって言われてるわけよ。ああ、だから逃げらったわけね。そうそう、もう直政これで感激しちゃって家康の思い出をちょっと感じながら、一緒に戦った忠義のことを褒めたわけよ。一物の鷹の子は一物でござった、素晴らしい人の子供はやっぱり素晴らしかったよと。家康と出会った鷹狩りの思いとかけてそう答えたわけ。はいはいはい。すると家康はそれに乗っかって直政にこうやって返した。鷹匠の腕が良いからであろう、お前のおかげだろって、まあ、答えるわけよ家康はここで。結構いきなりやりとりだよねこれ。なんかちょっと気分良くなってるね。うん、でこの後直政は関ヶ原で敗れた武将たちと講和とか和平交渉するんだけども、直政は彼らの命だけは許してやってくれって家康にお願いしまくった。ああ、はあ、もう下津も許せって言ってたもんな。そうそう、除名嘆願をやりまくってた。うん、なんなら敵の代表の石田三成いるじゃんか、その人 もう手厚く直政は保護してあげて家とかに招いてね。うん、でこの石田三成の除名嘆願とかやりまくったの直政。命だけはみたいな。そうそうそう、あの毛利輝元にお願いされて分かりましたって言って、動いてたらしいのね。うん、ただやっぱりこいつを許しちゃったら示しがつかないっていうことで、まあ、処刑されることになるんだけども、うん、直政のおかげで命救われた武将ってたくさんいるわけよ。はいはいはい。あ、直政ってねやっぱ何かに貫くやつちょっと好きなのよ。まあなんかちょっと情け深いとこもあんだよな。そう、堅物なんだけどね。うん、うん、あと自分の生い立ちもあって家までは潰さないであげたいなってやっぱそんな限りなく動いたわけ。はいはいはい。でそんな誰よりも家康のそばで頑張った直政は彦根を手にすることになって、ここで家康家臣団で最も多い18万石をもらうことになる。はい、三成の給料な。そう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 。うん、うん、で徳川譜代筆頭までここで上り詰めたわけ。うん、でもそんな異例な出世を手にした直政なんだけども、彼の活躍はここで終わりを迎えることになってしまう。うん、直政は関ヶ原の怪我が元で体調を崩して床に伏せちゃう。でその体調っていうのが治ることなくて42歳っていう若さで亡くなってしまう。そうなんだよ、治んなかったんだよな。うん、もうこれからっていう時にやっぱ亡くなっちゃうのよ。うん、で直政は死ぬ2週間前に息子たちに宛てた遺言っていうのを残したんだけども、もうこの言葉っていうのがね直政の生き方の全てを語ってるわけよ。うん、その言葉っていうのが、成功と失敗、賢いか愚かであるかはあらかじめ分かることではない、だからこそ行動するしかないのだ。直政ってね、家が滅びかけて人生のどん底にいた人物よ。でも最後まで諦めずに自分で信じた道っていうのを貫き通した。だから直政っていう武将は輝き続けたわけよ。ちなみにこの遺言っていうのはもう全体的に文字が歪んでて、直政は家臣たちに支えられながら最後の気力を振り絞って書いた遺言がこれだって言われてるの。それだけ行動する大切さを死ぬ瞬間まで実行して直政は残したの。うん、それがミスターストイック突撃戦士井伊直政でございました。よいしょ。うん、で次回の強靭解説は後藤又兵衛をやりたいと思います。あ、出た後藤又兵衛。はい、どうする家康でなんかもう大阪の陣やるっぽいんで、まあ12月頃かな。そうそう、ちょっと猛将活躍した彼を紹介しようかなと思ってますよ。うん、ということで面白かったらチャンネル登録高評価、よかったらコメントの方、僕らツイッターやってますのでフォロー、そしてスーパーサンクス機能もやってくれたら嬉しいです。あと本ももう少しで増刊なので買ってくれたら嬉しいです。バイバイ。